ここでタイムトライアル7分時間終了となりました。ここからチェッカーになりますね。17番からチェッカー、17番、30番とここからチェッカーになります。全日本 FS125 B 組のタイムトライアル終了となります。で、A 組 B 組足してこれで全日本125クラスのタイムトライアル終了となります。はい、時間の方が16時30分になるところ、16時30分に向かっているところ、ただいまのジュニア選手権のデリバリー回収の、回収の時間となっておりますね。この後35分この後35分からは全日本 S125 クラス、今走行が終わったね、のタイヤ回収の時間が16時35分からとなっておりますのでね、走行終了しまして、準備整いましたらタイヤ回収の方よろしくお願いいたします。で、その後ですね、コース上は16時45分より OK クラス、全日本 OK クラス第3戦の予選